試合はブラックとホワイトの2チームに分かれて対戦。選ばれし24人の選手が華麗な技で競います。まず見せたのはホワイトのギャレット。ファン投票1位の元 NBA プレーヤーがそのテクニックを見せれば、対するブラックは田臥。日本の第一人者が代名詞のノールックパスで得点を演出します。試合は序盤から点の取り合いに。ものすごいダンクだ。両チームの選手たちが迫力あるプレーで満員の観客を沸かせます。第3クォーター、ここで存在感を見せたのはブラックの富樫。立て続けにアシストを決めます。さらにはこんなプレーも。おお、これはすごい。なかなか見ないこのダンクです。1メートル67センチの富樫が人生初めてというダンクシュート。お祭りならではの光景に会場も大興奮。初めてのオールスターはブラックが勝利。栄えある MVP は富樫勇樹選手です。MVP には富樫が選ばれました。派手なプレーをしたいということで、一応ダンクもちょっと宣言してたのでできてよかったです。このような雰囲気でバスケさせてもらうことはすごく光栄だと思うので、選手としてこれからまた成長して、このような舞台でまたプレーできればなと思います。オールスター初代 MVP の千葉ジェッツ富樫勇樹選手、シーホス三河の比江島慎選手、アルバルク東京の竹内ジョージ選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。竹内さんいただきました。さらに特別ゲストもお呼びしています。はい、どうぞ。どうもこんにちは。どうも、週8バスケ男ギリン田村です。週8って多すぎますよね。7日を超えてますね。やっております。はい、どうも。吉本のチームのユニフォームで来ていただきました。はい、そうです。日本代表、赤月5にかけまして玉月5ということで、オリジナルユニフォームでやってまいりました。すごい空気にしてすいません。目立ちすぎです、はい、田村さん、本当バスケが大好きということで、はい、もうこの3選手のこともしっかり紹介しながら B リーグの厚さを今日はしっかりと伝えていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみ、楽しみですね。本当にオールスター盛り上がってましたよね。盛り上がってましたね。昨シーズンまでは NBL と、はい、まあ、BJ リーグとに分かれての日本バスケットボール界だったんですが、はい、富樫選手ね、この統一された B リーグで初のオールスターということなんですけど、出場されてみて感想どんな感じでしたか？そうです、本当に入場のシーンが特に印象に残っていて、もう目の前見た瞬間がなんていうんですかね、もう本当今まで見たことない光景だったので、本当に嬉しかったですね。いやでもね、こう MVP の発表されるときもう来るなっていう感じの表情されたいや上に何パーセントっていうなんか投票で決まったんですけど、はい、で数字が出てたので、はい、少し正直あったかなっていう、はい、比江島さんも見せるプレーいっぱい見せてましたけど、どうでしたか？もう最初緊張してしまって、でもなかなかいいプレーできなかったんですけど、いやいやいや、はい、盛り上がってましたよ。でも自分らしいプレーできてよかったです。はい、今もなかなかに緊張してますよね。そうです、神々です。リラックスして楽しんでください、はい、はい、竹内選手はこちらの映像ちょっとご覧いただけますか？これは、はい、盛り上がりを見せたダンクコンテストなんですけれど、竹内選手はアシスト役で登場したんですね。でパスをするつもりがなんとあれ、そう、そのままゴール入っちゃったんです。あら、狙ってた。ここもカシオに頼まれてそうやってくれてやれた。、はい、やってました。カシオこの注文するか。NHK なんでなしでお願いします。そういう名前なしでお願いします。いやいや
いやそんな一面も見せていただきました。だったっていうことですよね。いやでもあそこもですね、あの元チームメイトなんですあの二人実は、はい、そういう関係性もあるので、はい、見てる側からしたら嬉しいという、はい、まあ一つのも演出だったっていうことですよね。あ、どうなんでしょうか。そうです、はい、たまたまやろ。だったということにしてください。ファン代表としても田村さんも嬉しいですよね。いやそれはもう今回やっぱ注目度も高いし、何よりチケットがすぐ売れたというね、あ、なんか B リーグ応援しててよかったという気持ちになれたので、はい、安心しました。販売でしたからね、はい、さあそのオールスターを終えて B リーグはこれから後半戦に入っていきます。ここまでの順位見てみましょう、はい、こちら全18チームが東、中、西の3地区に分かれて8チームが進出できる5月のプレーオフを目指した戦いが続いています。はい、ということで田村さんお願いします。分かりました。じゃあここから私が引き出していただきます。まずはこちら、このプレーを見逃すな。はい、ということでまずは101からいきましょうか、田村さん。はい、はい、こちらはですね、比江島選手の特徴なんでございますけども、はい、まずはこちらの VTR をご覧ください。どうぞ。さあ、比江島選手といえばですね、ワンオンワンがめちゃくちゃうまいんですけども、エースといって過言ではないんですが、1対1で、自ら切り込んで点を取ってくるという非常に難しい役割をこなしております。見てください、この細かいフェイントを入れた、そしてミドルシュート、すごい切れ味ですね。はい、この距離からでも難なく決めて帰ってきてくれるというチームメートを安心します。かっこいい。さあドライブで入ります。パスフェイクを入れてバックシュート、これもね難しいシュートなんですけども、難なく決めてくれるという、もはや今はギュンギュン音がしそうだね、はい、もう今はですね、チームだけではなく日本代表のエースですから、はい、本当に技術がありますけども、今日はなんとここで生テクニック披露ということで、はい、大畑さんを相手にワンオンワン見せてくれということで、はい、お願いいたします。お願いします。大畑さん、しっかりディフェンスしてください。分かりました。ラグビーじゃないですからね。はい、ノータック大丈夫です、はい、その辺のスイッチだけはなんとか今うまいこと切れてると思います。なんか危なそうやな、はい、大丈夫ですか。はい、じゃあ比江島さん、はい、お願いします。おお、とても簡単でしたけど、大畑さん。いやいや本当に一瞬でしたよね、はい、なんでちょっとなんかすごい悔しいんですけど、こう1対1のやっぱりそのなんていうかね、自分の一番得意なパターンってやっぱあるんですか。そうです、僕の場合は本当にスピードがある方ではないので、はい、本当にフェイクを本当に多く使って相手のズレを作って、そのズレを見つけたらもうそこで自分の勝ちって思ってるので、そこをしっかり相手を対応したところを自分が、あとは相手だけなので、いや緊張しないよ。大丈夫ですよ、はい、今日疲れてますから今、はい、オールスター終わりだから、はい、やっぱりここで今はどういう風にやってたんですか。いやもう最初はもう一回こっちにフェイク入れて、こっちにフェイク入れて、また呼んできたらこっちで、ここまで行ったら多分もうついていけないので、じゃあ3回ぐらいやってたってことですか。そうですね、はい、3、4のフェイクのあの瞬間は、目のフェイクだったりも、顔のフェイクだったりも合わせたらもういっぱい入れてます。それを瞬時にコートの中でやるっていう中でいうと、自分主導でやりながら相手の動きを見て、またそこから対応していくってことですよね。そうですね、ラグビーと一緒で本気になって聞いてますけど、はい、やっぱラグビーもそういうのありますね。そうですね、やっぱり僕もまあその1対1という局面を非常に得意としてた選手なんですけど、やっぱり15人制の細かいスペースというよりも7人制、オリンピックの7人制が非常にあの1対1という局面が非常に多いんですよね。そういった中でのこのフェイント、体の使い方っていうのはすごく似てるなって感じたの で、ね、またこの1対1という局面で抜き切るとチームにすごい勢いが出るんですよね。あ、本当そうですね、はい、比江島選手ありがとうございます。素晴らしい。さあ続き参りましょうか、はい、続いてはこちら、高さだけじゃない、うん、はい、これはやはりもうこれはあの2メートル7センチあります竹内ジョージ選手なんですけども、はい、こちらも VTR ございます、どうぞ。さあまず竹内選手、このブロックショットでございますけども、このねブロックショットもあの身長でかけりゃできるってもんじゃなくてですね、はい、相手がシュートのリリースの瞬間を見極めて飛ばなければいけないので、かなり難しいテクニックでございますが、さらに高さ以外にもこちらパスカットから自分で走り切ってシュートを決めて帰ってくるという、これもねビッグマンでここまでできる選手なかなかいません。そしてこういう細かいシュートのテクニックもしっかり持ってまして、外国人相手にこれをしっかりやって点を取ってきてくれるという頼もしい選手で、日本代表をずっと牽引してきた選手でございます。はい、いいですね。これは僕はあの緊張でなく元々の活動でございますので失礼いたしました。はい、まあ、こういう素晴らしいんですけど、うん、まあ、あの竹内選手の場合難しいのはですね、プロになってからこの外国人との戦いが始まるので、今までやってないあのゾーンで戦わなければいけないというこの厳しい戦いを今あの乗り越えて今があるという。どうですか、なんか個人でこだわりとかありますか、プレーで。
こだわりやっぱりやはりインサイドは外国人選手が多いので、うん、まあ、やっぱりそこに負けないこと、うん、もうインサイドイコール外国人っていうイメージをやっぱ定着させたくないっていう気持ちは常に持って戦っています。ということで言うと、やはり日本を代表するビッグマンとしてのやはりこう外国人には負けないっていうプライドがそういったプレーにつながっているということですね。そうですね、そこには絶対負けたくないっていう気持ちで毎試合毎試合戦ってます。日本人の中では2メートル7ってだいぶでかいんですけど、はい、それでもね、ミドルシュートとかいろんなテクニック本当持ってるんですよ。素晴らしい選手なんです。高いだけじゃダメなんですね。そうですね、うん、はい。さあ次参りましょうか。最後はこちら、アメリカ仕込み、うん、はい、これはもちろんね、残されました富樫選手の特徴でございます。 VTR ご覧ください、どうぞ。さあ、富樫選手はですね、身長がですね、1メートル67センチと小柄なんですけども、卓越したスピードとですね、ボールハンドリングのテクニックで、アメリカで、高校からアメリカに留学しまして、アメリカ仕込みのテクニックで、敵を翻弄してね、点を取るわ、パスを、通すわということで、見てください、今のパス。ほとんどパスコースがなくても、パスコースを自分から見つけ出して、パスをさばいて、味方に点を取らせると。自らも取れる、周りにも取らせれるというかなりの得点が見込める選手でございます。さあ、そんな富樫選手、今肩越しに映ってますけども、はい、富樫選手がですね、アメリカで培った、オリジナルのトレーニングがあるということで、それを今から生披露してくれるということでございます。はい、お願いします、はい。テニスボールですね。そうですね、テニスボールを使って、ドリブルしながらちょっとボールを上げてドリブルついてキャッチするっていう練習なんですけど、どういうことをやってください。簡単にドリブルついて上げて、簡単に見える、はい、そうに見えるんですけど、意外にやってみると少し難しい。どっち見てるんですか？ボールです。どっちがやばい？どっちのボールやねん、はいはい、面白いな、はい、もうどっちのボールやのに。すいません、テニスボールです、はいはい、じゃあバスケットボールは見てないんですか？見てないですね。そういう練習なので、バスケットボール見なくても他のことができるっていうようになる練習ではあるかなと。なんか噂では後ろでもできる。いや難易度を上げてきましたよ、これは。結構キラーパスが来ましたよ。結構難しいんですけどね。おあ、やっぱ難しいんだ。難しいんですよね。リハーサルは成功してたんですよ。本番に弱いですね。緊張してます。いやもうね、オールスター終わった後ですから、ね、疲れてるからね。なんでやねん。これでも普通の選手、Bリーグの選手たちもみんなできるんですか？いや、比江島さんは絶対できると思います。できるんです。いや、絶対できます。僕、アメリカ仕込みじゃなくて、日本のエースなんで、はい、育てるので、はい、できると思います。いや、本当に結構できないんです。そうね。はい、だから本当にプロでも意外とできないんです。はい、だから失敗するんです。っていうぐらいの難しいハンドリングだ、はい、っていうことですよね、はい。でもこれができるから、ゲームの中でパスコースとかシュートチャンスを逃さずに見つけながらドリブルができるという。うん、はい、ありがとうございます。すいません、無茶無茶。さあ、これだけの技を持ったトッププレイヤーの真剣勝負を試合で見たいということで、はい、実は B リーグ全体の観客動員数ここまで71万人と、はい、去年に比べておよそ 34% 増えているんですね。で、特に富樫選手が所属する千葉は観客動員が1位で1試合平均4000人を超えているんですね。すごいですね。そうですね、本当にブースターの方々にはたくさん来ていただいて後押してもらってます。平均4000ってマジですごいですよ。今まで1000とか1500やったんですよ。それが平均で4000ですよね。やっぱこうお客さんが増えるとやっぱり選手としても気持ち上がりますよね。そうですね、やっぱ前の会場でやるっていうのは本当に選手としてはやる気がありますね。でも、もっともっと盛り上げたいということで何が必要なのか聞いてきました。はい、お客さんが湧くようなダンクだとかそういう派手なプレーをたくさん見せてほしいです。もっとダンクが見たいです。もっとすごいプレーが見たい。もっとすごいプレーが見たい。スター選手がもっともっと増えてほしいなと思ってます。 B リーグから NBA に通用するような選手に出てきてほしいですね。自分学生なんでもうちょい安くしていただけるとやっぱ行きやすくなるので、グッズ増やしてほしいです。どういったグッズ？タオルとか女子向けの女性向けのグッズをもっと増やしてほしいです。観客動員そして選手のその試合中身もどんどんレベルアップしていい試合をぜひしてほしいし、それだけの可能性は秘めてると、そういうふうに思います。この3人にちょっと一言メッセージいただいていいですか？やっぱり自分の名前と顔を
せっかくこのテレビ出してもらってんだからしっかり売り込みなさい。皆さん応援よろしくお願いしますなんてね、決まり文句を言うなよ、目立てもっと。いやー、富樫選手、ファンの方そして川淵さんからのメッセージを受けてどうですか？富樫勇樹です。早速ですよね。声張りましたね、嬉しい。ねえ、すごい VTR でした、構成が。ファンの方から急に川淵さんという驚きましたけども、比江島さんはどうですか？いや、比江島です。もうでも、はい、もっともっとなんすなんすか、見に来てほしいですね、うん、絶対後悔させないんで、ね、普段はこんなこと言わないんですけど、絶対後悔させないんで来てほしい。頑張った。竹内さんはアルバルク東京の竹内ジョージです。いや、自己紹介しっかり出んでええねん。自己紹介も大丈夫ですか？いや、東京のチームなので、うん、まあ、やっぱり一番人口が多いということで、うん、一番人に見ていただく機会が多いと思うので、本当ぜひ会場に足を運んで応援よろしくお願いします。言っちゃった。結局言っちゃった。結局言っちゃった。田村さんはどうですか？ファンとして提言何かありますか？そうですね、まあ、やっぱり選手にもっとテレビ出てほしいですね。みんな本当に楽しいキャラクター揃ってるので、もっとテレビで見てもらって、もっと知ってもらって、もっと足運んでもらうというふうにうまくこう循環してほしいですね。はい。さあ、その B リーグを盛り上げるためには、まあ、選手たちはもちろんプレーで盛り上げてるんですけど、それぞれのチームもさまざまなアイディアでファン獲得に取り組んでいるんですね。すごいですよね。やってますね。そう、仙台は選手のプライベートレッスンが17万円で買える特製福袋。17万円、これ売れたらしいですよ、ね、はい、しっかり完売ということで高額なんですけどね。で、秋田はチケット代をお客さんが決める企画を実施したり、やってましたね、はい、千葉では試合会場で婚活が行われたんですよね、はい、しかもすごいのがですね、このジェッツコン、はい、成功率がですね 24% と、え、かなりの確率なんですよ。 24%、はい、だからバスケ見て楽しいし、うん、やっぱこうなんか時間を共有することで、なんかこう愛情に近いもの芽生えるんでしょうね、情が、はい、すごいですね。これはジェッツコン狙いに行かなきゃですよ、ね、そうですね、成功率でございます、はい、いろいろありますね。バスケでとかね、いろいろやってますね、はい、面白い。でもこうやって盛り上がっていくことで、またバスケ自体のこう技術の向上みたいなところにつながりそうですよね、小林さん。そうですね、本当にたくさんの方々に来てもらうことでやっぱり集中力も上がりますし、そこでやっぱ選手のレベルアップになるのかなとは思います。うーん、さらにね、ボール2つ使っての技術が上がってくるってことですね。いや、そうですね。もうお客さんがもう毎試合満員だったらあのミスはなかったと思います。お客さんのせいですね。竹内選手は今後どんなプレーでファンを喜ばしていきたいと思ってますか？まあ、やっぱりお客さんの声で、まあ、ダンクだったり派手なプレーを期待してるって言われたんで、まあ僕ももう30、そろそろ32歳なんですけど、まあ、できる限り年齢重ねてダンクはできるように日頃から節制して頑張りたいと思います。節制して、はい、それは当たり前でやってよ。ケイジャムさんも。そうです、僕も、まあ、ダンクをやろうと思えばできるので。今日もやってましたもんね。あ、そうそうです、僕もやったんですよ、はい、だとか、まあ、もっと1対1がやっぱり花形だと思うんで、うん、そこはしっかりやっていってもっともっと盛り上げたいと思います。アピールしていかないと、はい。その B リーグが発足したことで、より派手なプレーに、見せるプレーにっていう意識って高まりました？そうですね、もうそこはやっぱり一番意識はしてます。本当にお客さんに来てほしい。フェイクとかじゃあ何割かマシで、何割かもなんかいらないフェイクとかも。フェイクマシマシでいきましょう。マシマシでなってるやつパーマにかける。あ、そういうところも見せるんですね。そうです、見せる仕事なんで。最後は富樫さん、はい、川淵さんの言葉も受けてしっかりとアピールをお願いします。これはいや、そうですね、まあ、この身長なんですけど、今日も B リーグ、オールスターでダンクもしっかり決めて、はい、MVP、そうですね、 MVP も選んでもらったので、まあ、本当に来てもらった方々には楽しんでもらえると思うので、ぜひ会場に足を運んでいただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、お疲れの中ありがとうございました、はい、さあ続いてはスキージャンプ女子札幌でのワールドカップです。